はい、私の動画を初めて見てくれてる方もいっぱいいると思うので、今日は私の軽くてゆるい自己紹介をしたいと思います。もう知ってる方は飽きずに最後まで見てくれると嬉しいです。私はものづくりがとても大好きです。特にカービィが大好きで、よくカービィを作っています。最近ではショート動画などでカービィの作り方を紹介しています。私がカービィを作り始めた頃、時は5年以上前で、で最初にね作ったカービィがこんな感じで、とってもなんか素朴で、なんかカービィって思ってしまうほどの作品を作っていました。これはね、ドーナツを食べてるカービィちゃんです。もうね、粘土もレジンもすごく色が変わってしまったんですけど、こんな感じの作品を作っていました。そこから進化して、今までで500以上のカービィはもう作ってるんじゃないかなって思います。特に私が好きな作品がこちらです。こちらは以前になんかムギュットコレクションみたいな感じのやつで出てたカービィちゃんを作ってみました。お目目がね、とってもキラキラで、すごいワダちゃんとか気に入っています。ここから少しだけ作品を紹介するので見ていてください。これはトテレサちゃんとカービィが一緒にくっついてるキーホルダーになります。ちょっとねぷくってなったカービィとテレサちゃんがちょうどいい大きさだったので、こんな感じで作ってあります。こちらは雪の日にぴったりなキーホルダーです。この上のつけるビーズをね、考えるのも結構大好きです。とこちらはキャンディー風に作ったカービィちゃんです。チュッパチャップスをイメージしました。ホワイトデーにいかがですか？こちらはドリンクカービィちゃんです。一時期販売していたドリンクのカービィちゃんをイメージして作りました。他にもスクイーズやプラバン、面白い DIY をするのがすごく好きです。スクイーズはプニプニしていて癒されるとこが好きで、プラバンはこちらね、まだ勉強中なんですけど、とっても楽しいです。で、面白い DIY は考えながら、ああだこうだ思いながらね、自分の好きなことができるのがとっても楽しいですね。そんな私は大型に見える大型です。これはたまにカービィ以外のものも作っています。すごいなんか昔のものなんですけど、こんな感じです。で、私は失敗もたくさんしていて、こんな感じで失敗してるんですけど、めげずにいろんなものを作ることが大好きです。このカービィちゃんはね、目どこ行っちゃったんだ。なんかね、もう整形が難しくて最初は全然できなかったんですけど、とっても楽しい気持ちでいっぱいです。はい、では今回は私の好きなもの紹介になっちゃったんですけど、見てくれてありがとうございます。でこれからもいろんなもの作っていきますので、よろしくお願いします。あと、いつもコメント本当にありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。はい、では今日も最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。